2010年4月、政令指定都市相模原が誕生しました。1954年に人口8万人でスタートした相模原市は、人口急増や基地問題など多くの課題に取り組みながら着実な発展を続け、人口70万を超える大都市となりました。集積した都市機能や豊かな自然など多様な魅力を生かし、豊かなライフスタイルを市民と共に作り発信できる暮らし先進都市や、広域的な拠点となる内陸ハブシティとして、暮らしてみたい、訪れてみたい、企業活動の拠点としたい、そんな選ばれる都市づくりを進めます。相模原市は広域交流拠点都市にふさわしい都市拠点の形成を目指しています。橋本駅周辺地区では再開発事業が行われ、大型商業施設や都市型住宅の整備が進んでいます。相模原駅周辺地区では相模総合補給省の一部返還予定地に、商業業務施設や国際交流の施設など、さまざまな人々が交流する文化・情報の発信地としての新しい街づくりが計画されています。相模大野駅周辺地区ではデパートや大型ホールが立ち並び、さらに西側地区にもショッピングモールや都市型住宅が入る再開発事業が進み、駅を中心に賑やかさを増しています。相模原市は大規模な事業所が数多く立地するなど、これまで内陸工業都市として大きく発展してきました。また産・学・官が連携して新規創業や新分野への進出支援も行っています。さらに2009年には新たな企業団地も誕生し、市内産業の活力が高まっています。相模縦貫道路インターチェンジ周辺地区などにおいては、市内外の産業需要を支える新たな産業創出の拠点を形成し、企業誘致を通じて活力を高める都市づくりを進めています。人口70万を超え、産業拠点としての魅力がますます高まる相模原市は、多くの企業から注目されています。産業・経済の発展と市民生活の向上を目指す相模原市は、交通網のさらなる整備を進めています。相模縦貫道路の建設や津久井広域道路の整備、新たな交通動脈として期待されるリニア中央新幹線の駅誘致など、さまざまな計画が進行中です。相模原市はこのような都市づくりの新たな動きを都市の活力につなげ、暮らし先進都市や広域的な拠点となる内陸ハブシティとして、さらなる発展を目指していきます。相模原市には鮎を踊る相模川をはじめ、陣馬山、相模湖など首都圏を代表する豊かな自然を有します。
相模原市では美しい自然を背景に四季折々のイベントや祭りが楽しめます。どの催しも市内外から大勢の人々が集まり大いに賑わいを見せています。相模原市立博物館。相模原の歴史や自然を紹介する展示室もあり、人々の営みから自然、宇宙まで目で見て感じる博物館です。相模川ふれあい科学館。神奈川県内で一番長い相模川の自然を遊びながら学べる水族館です。森のホール橋本。橋本駅北口ミニー橋本内にあり、市民が音楽演劇などの芸術文化を鑑賞したり、自ら芸術文化活動を実践する場として人気の高いホールです。グリーンホール相模大野。相模大野駅に近く、コンサート、バレエ、ミュージカル、演劇など芸術的な催しが幅広く楽しめるホールです。相模原浅溝公園競技場。1周400メートルのトラック、天然芝フィールド。およそ1万2000人の観客がハイレベルな競技を観戦できる本格的な競技場です。相模原グリーンプール。国際大会も開催できる50メートルプールや飛び込み台を備えた屋内水泳場です。トレーニングルームやレストランもあり、健康づくりから幅広い利用ができます。銀河アリーナ。冬はスケート場、夏はプールとして利用できる複合施設です。
60m×30m の大きなメインリンクがあり、多くの市民でにぎわっています。相模原球場、高校大学などのアマチュア野球からプロ野球の試合まで幅広く行われる人気の高い球場です。葛坂式土器の名称の由来となった縄文時代中期の大規模な集落です。1974年に国の史跡に指定され、現在は遺跡公園として公開しています。小原宿本陣、甲州街道国道20号沿いにある神奈川県で唯一現存する本陣です。江戸時代に大名や役人の宿場として栄えました。毎年11月には甲州街道小原宿本陣祭が行われています。棚向原遺跡公園、相模川沿いで発見された後期旧石器時代末の建物跡、およそ2万年前の遺跡で我が国最古とも言われています。旧石器ハテナ館ではおよそ3000点の石器の一部や縄文時代以降の出土品を展示しています。古民家園、江戸時代中期に建てられたと推定される貴重な建造物です。コンサートなどのイベントが毎月行われ、歴史を身近に感じるスポットです。今新たなスタートラインに立った相模原市、そのネクストステージには大きな可能性が広がっています。